皆さんこんにちは。親子で楽しくハンカチーフに絵を描こうということで、今回は白いハンカチを使って布ペンで絵を描いてクリスマスらしくお部屋を飾りましょうというテーマで作ってみたいと思います。ではまず皆さんにご用意していただくのがこの白いハンカチです。白いハンカチは今そのままではちょっと描きにくいので、台紙にテープで留めてみました。この方が描きやすいし、テーブルも汚れにくいですよ。そして布ペンを使って絵を描いていきましょう。この布ペンを使って描き上がったら、必ずアイロンを当てるようにしてください。アイロンを当てないとお洗濯をした時に全部落ちて流れてしまいます。気をつけてくださいね。そしてもし小さいお子さんはまだ絵が上手に描けないなぁなんていう子もいるかもしれません。そんな時にはお子さんの手を広げてあげて、お母さんがその手のひらをなぞってあげたりすると、小さなお子さんの思い出の作品になりますので、ご参考になさってください。それでは今回クリスマスのようにお部屋を飾りましょうということにしましたので、その作品を見ていただきたいと思います。こちらになります。これは100円ショップなどで売ってる棒と、あと輪ゴム、そしてリボンを使ってハンカチを挟んでいます。ハンカチを挟んでこうやってかけて壁に吊るしています。あとはこちらのようなマグネットありますよね。これも100円ショップで販売していました。こちらにサンタさんの顔をつけたものをつけてクリップで留めて、マグネットがついていましたので冷蔵庫などに貼っても可愛いかもしれないですね。続きまして、こちらは画用紙に幅広いチェックのリボンを貼ってみました。こうして素敵な額ができましたので、皆さんの作品をここに貼って壁に立てかけても可愛いかもしれません。それでは皆さんにここで作品を紹介したいと思います。まずはじめに、これはツリーの作品になります。すごい可愛いですよね。そして次はこちらもツリーなんですが、ツリーに笑顔が入っていますね。こちらもすごく素敵な作品です。そして先ほどお話しいたしました、小さなお子さんの手を使ったご家族の3人家族ですね、3人の皆さんの手を使ったツリーの作品になります。こちらの右の方にあるサンタさんは絵描き歌になっていますので、YouTube の方でぜひこちらもご覧ください。そして最後はアドベントカレンダーのようなものですね。こちらもぜひお試しください。皆さんと一緒に絵を描いて楽しい時間を過ごしましょう。それではバイバイ、頑張ってね。